こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では僕が最近買った様々なアイテムをですね、皆さんにご紹介をしてみたいと思います。今月もですね、お洋服から雑貨、電化製品まで様々なものを買い物をしました。その中から皆さんの物欲ですとか好奇心を刺激できるような5つのアイテムを持ってきましたので、早速ご紹介をしてみたいなと思っていますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思っています。それではまず1つ目からご紹介したいなと思うんですが、僕が最近買ったのはこちらですね。はい、アイテムを言いますと、これはアークテリクスというブランドのバックパックになりますね。僕はですね、もともとバックパックというものを使う習慣があんまりなかったんですね。バッグの中ではトートバッグなんかを使うことが多くて、リュックはカジュアルなのでちょっと避けている部分があったんですね。ですが先日ですね、ユニクロ U のバックパックを買ったらですね、これがまためちゃくちゃ便利だということに気がつきまして、それ以来ですね、バックパックなんかしっかりとしたものが欲しいなとずっと探していたんですね。まあ、その結果行き着いたのがこちらのアークテリクスというブランドのバックパックになります。まあ、アークテリクスというのは僕が大好きなブランドで、主にナイロンジャケットですとかそういったアウター系を買うことが多いんですが、ここのブランドはアウトドア系のブランドなんですけど、まあ、様々なものを展開してるんですね。その中でも結構バッグの作りというのがしっかりとしていて、僕は大好きなんですね。で、今回買ったのはアローというシリーズの新作なんですが、こちらは登山用のバッグというよりは街で使えるような割とラフな作りになっていまして、作り自体もすごくシンプルなんですね。この開閉というのも基本的にはこの紐で行うようになっていまして、まあ、ここを引っ張るとグッと開けられて、巾着のように開け閉めすることができるんですね。結構中身も容量はたくさん入ってるんですが、全体のバランスとしてはそんなに大きすぎないので、普段使いとしてはすごく使いやすいのかなと思っています。僕はこの中に PC を入れたりだとか、あとは家からお弁当を持っていくのでそういったものを入れたりだとか、あとは書類を入れたりするんですけども、中もですね、結構使いやすいように分かれていて、非常にですね、普段使いというか、まあ、お仕事でも使いやすいバッグなのかなと思っています。最近はお仕事でもですね、リュックを持たれる方非常に多いかなと思います。特にクールビズに関しては本当のブリーフケースみたいなものを持ってしまうと、結構それじゃ重たすぎて雰囲気が合わないという場合もあったりするかなと思うんですね。そういう時にはバックパックみたいなものを使うといいかなと思うんですが、このようなアークテリクスのバッグというのは結構ですね、ジャケットスタイルにもあったりするので、皆さんにもお勧めしやすいかなと思っています。まあ、基本的にはオールブラックでシンプルな色使いなんですが、このイエローというかゴールドというか、このブランドの象徴である始祖鳥のマークですね、これが効いていて非常にバランスがいいバッグだなと思っています。価格も2万円を切るぐらいなので、決して安くはないんですが、手が届かないような範囲ではないかなと思いますので、すごく皆さんにお勧めしやすいバッグかなと思っています。このアローの新作に関してはまだ持ってる方はすごく少ないかなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目ご紹介したいのがこちらですね。ナイキのですね、これはサンダルとスニーカーの中間のようなアイテムなんですね。モデル名はキャニオンと言います。こちらは最近発売されたモデルなんですが、まあ、先ほどもお伝えした通り結構独特なシルエットをしていまして、スニーカーとサンダルが合わさったようなデザインになってるんですね。このフォルムに結構僕は一発でやられてしまって、前からずっと気になっていたんですね。というのもこちらはナイキのショップで見たわけではなくて、セレクトショップに置いてあるのを見たわけですね。僕は青山のビューティー&ユースでこれを見つけたんですが、まあ、見た瞬間にこれは夏に最適だなと思いました。夏ってどうしても着こなしがシンプルになりすぎてしまうんですよね。 T シャツに短パンにサンダルみたいな着こなしの方も多いかなと思うんですが、そもそも着用点数が少ないので、1点ずつのアイテムの個性ってすごく重要かなと思っています。特に足元というのは秋冬に比べると夏場は結構目立つんですね。まあ、ショートパンツみたいなものを履くことも多いので、まあ、足元にこのような少しインパクトがあるようなアイテムを持ってくると結構旬な雰囲気が出しやすいのかなと思っています。まあ、カラーに関してはブラックとホワイトということで結構シンプルなんですが、まあ、作り自体が少し個性的で非常に気に入っていますね。まあ、部分的にナイキのロゴが入っているところもアクセントとしてはちょうどいいのかなと思っています。まあ、テバのサンダルも持っているんですが、こういったものも今年はちょっと楽しんでみたいなと思っています。まあ、ナイキの靴って結構良いところが価格がリーズナブルなところなんですね。こちらもですね、1万円を切るぐらいの価格帯なので、ちょっとですね、夏場の着こなしにアクセントを添えるにはすごく使いやすいのかなと思っています。僕は主にですね、グラミチのショートパン
パンツですとか、あとはエアカルイージーパンツに合わせながらこちらをコーディネートしたいなと思っています。今年はスニーカーたくさん買ったので、まさかこれを買うとは思わなかったんですが、さすがに品切れしそうだなと思ったのでこちらを買っておきました。非常に満足してますので、こちらも皆さんにお勧めしたいなと思っています。はい、続いて3点目ご紹介したいのはこちらのアイテムなんですね。これなんだかわかりますか？こんなアイテムなんですけど、こちらはですね、折りたたみのテーブルになるんですね。こちらはですね、ビューティー&ユースというアパレルのお店とコールマンというアウトドアブランドのコラボレーションモデルになっているんですが、まあ、折りたたみ式のテーブルになっていまして、ちょっと広げていますね。こんな感じで広げることができるんですね。はい、組み立ててみました。こんな感じで使うことができるんですね。実はですね、こちらのテーブルに関してはすでに同じものを僕は一つ持ってるんですね。コールマンのオリジナルのものを持っているんですが、今回こちらは事務所に置く用として購入をしました。先ほどからですね、ちょこちょこ見えているこの部分なんですけど、これは充電器なんですね。こちらはスマホの充電器で、こちらは最近買った Apple Watch の充電器になるんですね。こういったものを僕はもう貼り付けちゃってるんですね。こちらのボードの上に様々な充電系のものを置きながら、家の中の雑貨の一つとして活躍をさせています。で、僕はこのですね、ビューティー&ユースとコールマンのコラボレーションシリーズが大好きなんですね。通常のコールマンだと結構色合いに関してはベーシックでオーソドックスなものが多いんですが、このコラボレーションラインは毎年色合いがすごく絶妙で綺麗なんですね。で、今回のものはグレーなんですけども、すごくですね、メタリックで重厚感のあるですね、男心をくすぐるような配色になってるんですね。これが非常に気に入って思わずポチってしまいましたね。もちろんキャンプで使ってもいいかなと思うんですが、僕は意外とですね、このようなアウトドアアイテムを家の雑貨の一部として使うことが多いんですね。このテーブルもそうですし、椅子なんかもアウトドア系のものを事務所に置いていたりします。まあ、通常のコールマンにはないようなすごくセンスのいい色合いのものがこのビューティー&ユースとのコラボレーションラインには並んでいるので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。まあ、このテーブル以外にも様々なアイテムバリエーションがありますので、詳しくは説明欄にリンクを貼っておきたいと思いますので、そちらを参考にしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムをご紹介したいと思います。今回買ったのはこちらのサングラスですね。僕はサングラスがすごく好きで、夏場には欠かせないアイテムなんですね。まあ、そもそもサングラスというのはなんかちょっと気取った感じに見えるかなと思うんですが、夏場は絶対にあった方がいいかなと思います。まあ、UV カットをしっかりとすることで目の保護にもなりますし、結構ですね、目から紫外線が入ることで日焼けをしてしまうということが多いかなと思うので、ぜひ皆さんにもですね、サングラスというものを持っていただきたいなと思っています。まあ、サングラスはいろんな形を持ってるんですが、今回僕が買ったのはこのようなちょっと四角い形のですね、ウェリントンという形になります。まあ、サングラスの形として有名なのがウェリントンとボストンという形で、ボストンは丸型のものなんですが、僕はこっちの方が圧倒的に多いんですね。で、意外とですね、ウェリントン型持ってなかったので、今回は試したいなと思ってこちらを買いました。ちょっと実際にかけてみるとこんな感じですね。まあ、割とオーソドックスな見た目で非常に使い勝手がいいかなと思います。こちらに関しては結構軽量なので、かけていてもですね、そんなに違和感がないのが非常に気に入っている点なのかなと思っています。こちらのサングラスは基本的にはですね、車の中に置きっぱなしにしています。そして車に乗る時には必ずこれをかけて目の保護をするようにしていますね。そのまま子供と公園で遊ぶ時にもかけていたりして、1個ですね、こういったものが車の中にあると非常に便利かなと思いますので、皆さんにもおすすめしやすいサングラスなのかなと思います。サングラスも金額が結構いろいろあるんですが、その中でも5000円前後なので比較的買いやすいかなと思いますので、こちらもですね、説明欄にリンクを貼っておきたいなと思いますので、よかったら参考にしていただきたいなと思っています。はい、そしてラスト5点目をご紹介したいなと思うんですが、今回買ったのはこのような T シャツになりますね。こちらはカラーという日本のブランドの T シャツなんですが、白ベースで結構ですね、プリントの雰囲気が気に入って買ってしまったんですね。まあ、メインの色はブラックなんですが、ピンクとか赤ですとか紫ですとか、結構ビビッドな色を使いながらグラデーションを作っているんですね。この雰囲気はとても気に入りました。このプリントのネタとなっているのは昔の VHS なんですね。ちょっとレトロな雰囲気が伝わってくるのが皆さんにも分かっていただけるかなと思います。このようなプリント T シャツというのは出会いだと思うんですよね。なかなか気に入るものって見つからないと思いますし、大人の男性が着ても様になるものって意外と少ないので、これは見た瞬間にいいなと思って購入をしました。そして一番の特徴なんですけども、サイズ感ですね。
これめちゃくちゃでかいんですよね。これでサイズは S になるんですが、かなりのビッグシルエットになっています。実際に着用した様子はこちらの写真を見ていただきたいんですが、通常の僕が持っている T シャツに比べるとかなり大きいかなと思います。今内側に着ているのはサタデーズニューヨークの XS なんですが、サタデーズの T シャツで言ったら XL 相当ぐらいになるのかなというぐらいビッグシルエットになっています。そもそも僕はビッグシルエットというものが苦手だったんですね。もう十数年ですね、タイトシルエット一辺倒できたので、なかなかビッグシルエットという文化が僕の中には馴染まなかったんですが、一昨年ぐらいから少しずつトライをして、去年は結構いろんなアイテムにビッグシルエットを取り入れてきたんですが、今回初めてですね、本格的なビッグシルエットというものに参入をしました。これも数年かけてなんとなく目ですとか感覚が慣れてきたからこそトライをできたのかなと思っています。今はこれぐらい大きいサイズの方がなんとなく新鮮な感じもしますし、僕の中でもワクワク感が出てくるので、非常に気に入っている T シャツなのかなと思っています。まあ、カラーというブランドは日本のブランドなんですけど、素材使いですとかデザインもちょっと一癖があるものが多くて、なかなかベーシックで使いやすいというブランドではないんですけども、時々ですね、これだったら僕でも使えそうかなというような、まあ、ベーシックな中に程よいパンチの効いたものというのが並んでるんですね。今回選んだ T シャツはまさにそんな1枚なのかなと思っています。まあ、ベーシックなファッションに慣れた方はぜひカラーというブランドもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が最近買った5つのアイテムをご紹介させていただきました。まあ、これ買ってよかったなというものもあれば、失敗したなというものもたくさんあるわけですね。そういった試行錯誤の連続で少しずつですね、自分の好きなものだとか、こういったものが心地いいんだなというものが自分自身でも分かるようになってきました。僕にとって買い物というのは人生の一部なので、いろんなものを買って試すことが非常に楽しいんですね。ただこれまでは自分で買って成功失敗というものを自分自身で消化をしていたんですが、まあ、このように YouTube を始めることで僕自身の買い物を皆さんと一緒にシェアできるのはとても楽しいことだなと思っています。ですのでこれからも僕の買い物をですね、皆さんと一緒にシェアをしたいなと思いますので、これからもぜひお楽しみいただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。